公暦2678年5月29日23時3分です。後藤輝樹です。僕が結構、ありがとうございますっていう言葉使うんですけど、文章とか、メール、ツイッターとかでもありがとうございます使うんですが、ありがとうございますってひらがなで書いてるわけじゃないんですよ。僕は、ありがたいって書いてありがとうございますって書いてるんです。あることが難しいと書いて、ありがとうございますって書いてるんです。ひらがなだと、さらっとありがとうございますになってしまいますけど、漢字で書くと、あることが難しいって書いて、ありがとうって書けるんですよ。由来がね、それちゃんとしたものかどうかわかんないですけど、僕はだからそういうふうに思ってるんです。ありがとうございます、ありがとうっていうのは、あることが難しいから、ありがとうございます、ありがとうって、僕は思ってるんですよ。だからそれを忘れないために漢字でありがたいと書いて、あることが難しいと書いて、ありがたいと書いて、ありがとうございますって書くようにしてるんですね。一応。あることが難しいことをしてくれてありがとうございますっていうつもりで僕は記載してるんです。一応だから、その説明というか、解説というか、だから僕は漢字でありがとうございますというふうに書いてるようにしています。以上、後藤輝樹でした。失礼いたします。